皆さんこんにちは。今回はですね、上野愛咲美女流名人と藤沢里菜女流本因坊との女流名人戦挑戦手合第1局のハイライトをお伝えしたいと思います。では初手から見ていきたいと思います。上野女流名人の黒番です。たすきの布石になりました。でかかりまして、付け引き定石しまして、そしてここね、大体ゲーマに、閉まったというか分かんないですけど、閉まりました。で付け引き定石ですね、これはね。あ、ここで下がりましたね。はい、上野さんはたまにこういうちょっと下がる定石打ちますね。でここでかけ継ぎまして、で曲がりました。ぶつかる手もあるんですけど曲がりました。でぶつかって引いて、そして、開いたという、開いたというか、はい。で、詰めて、そして一間に飛びました。で打ち込んでいきましたね。ここは打ち込む手もあるし、三々に打つ手もあります。両方あります。はい、で挟みました。挟みましたけど、ちょっと挟むとなんとなくね、ちょっと重複みたいな感じもありますので、こうやって打って、なんか一間飛んで、コスミつけて一間飛んで、で、こうやって打ってね。こういうのもあります。ただ、ちょっと重複しますけれども、こっちの方がね、一応安全ですからね。はい。戦いになるとね、上野さんは強いですから。で、両掛かりして、つけて、跳ねて、伸びて、で、三々入って、押さえて、伸びて、ぶつかって、張って、跳ねて、跳ねて、ついで、そして継ぎました。で、曲がりまして、で、ここでつけましたね。で、こっちから跳ねまして、そして引きました。で、下がりましたね。で、二間に飛びました。二間に飛んだ手はちょっと薄い手ではありますけれども、この模様をね、ちょっと大きくしていこうという積極的な手でもあります。ある意味ね。で、ここに打ち込んできましたね。はい。ここに打ち込んで、今からハンマーが始まるのかと、思ったんですけれども、とりあえずね、桂馬で受けまして、こっちをね、そしてこう、つけました。当然これ跳ねるしかないんですけれども、ぶつかりまして、で、押さえて、で、切ったんですよね。で、ここで、こう伸びたんですよね。この伸びた手が、これがちょっとおかしかったですね。やはり今は、ちょっとこの味もあるし、この切られた時の味も悪いので、ここは、この一間飛んでおくぐらいが、良かったんですけれども、で、この一子取れないですから、どっちみちね。伸びなくてもこの一子取れないですから、こういうふうに打つのが本手だったんですけれども、ここでちょっとこういうふうに打ったのは、正直打ちすぎのような気がしますね。で、つけまして、伸びて、そして押して、跳ねて、一間飛んで、で、張って、ここで、切りましたね。ここで切りまして、さあ、ここでね、空き三角に打った手がちょっとどうだったんでしょう。ちょっと形も悪いし、意味はわかります。こっちを取られたくないっていうのはあるんでしょうね。要するに。この三子を取られたくないっていうのはあるんですよね。ちょっとあまりにもね、なんて言えばいいんですかね。強欲すぎたというか、はい。この手はそういう手ですね。で、味も悪いですね、はっきり言って。ですから、ここでは、当たりを一回打って下がったときに、こう打つと。ね。思っておく。当たり打ったら、一応これ先手ですから、これがね。どっかこういう感じで守ったら、これぐらい飛んでおいてね、ここと戦いすればいいんじゃないかと。って思ったんですけれども、ここでここを打って、で、ここに打ちましたね。この一目をこういうふうに取ったわけですね。これ実は、
一目取るだけだったら、こうやって取れる方が、簡明なんですけれども、こっちに打つとね、多分ね、まあ一回これ伸びまして、まあ2軒ぐらい飛んで逃げた時に、ここに打たれる手がありますね。で、こう、まあぶつかるとこういってね、で、こういって切ると、切らざるを得ないんですよ。こういって、こういってね、こういって、こういって、まあ抜いて、まあこういったらこれ逆に隅が生きてしまいますね、白がね。だからこういうこれがあるので、ここではね、まあこっちから当てて取らずにこっちから取ったんですけれども、まあ下がりました。でここでですね、ここに打った手がちょっと理解ができないっていうか、ちょっとまあ理解はできるんですけど、取られたくないっていうね、ちょっと空き三角だし、まあ、信じられない、ちょっと、手でしたね。形も悪いし。で、これ、下がられると、これ、取れてりゃいいんですけど、またこれ下がられると、これ、こうなるんですよね、これ。で、取れてもいないんですよ、これ、実は。小白三角くぐってもね。いや、もう、ここでまた、おかしくしまして、そして、まあ、こう、伸びて、さらにここ、また押したんですよね。ここでは、もう逃げるべきだと思うんですけども、こっちにね、中央に。しかし、こっちに押したんですよね。で、逆にこっち打たれて、これ非常に息苦しくなりましたね、この石が。で、跳ねるんですけれども、跳ねて、で、まあ、挟みつけた手もちょっとおかしいですし、まあ、ここは二段バネする一手だったと思うんですけれども、じゃあ、まあ、当たり打ってこういってね、こう下がっておく。まあ、これぐらいでしょう。打つとしたら、まあこんな感じでね、まあ打つのが本手だったと思うんですけれども、ここでもなぜか挟みつけたんですよね。まあ当然ここ継ぎますね。まあこれこう継ぎが本手ですから。でここ逃げるんですけれども、まあこう当たり打たれて伸びて押して覗いて継いで、でここまたついてるんです。もうここでめちゃくちゃ損してるし、しかもまだこれ取れてませんからね、これ。で、またこれ逃げないといけないし、この黒い石。もうはっきり言ってここで5終わってましたね、もう。序盤のここで。こんな内容が悪いのは珍しいですね、上野さんが。で、まあ、ここに打ちました。まあ、これ一応先手ですね。で、かけ継ぎまして、そして押していきました。で跳ねて押して伸びて、そして当たり打ってついで、そしてかけ継ぎました。で、まあ覗いてついで、そして当て込んでついで、そしてこっち一軒飛びましたね。でここにつけました。あ、こうつけられたのがまた痛いですね、これ。これはいい手でした。まあ跳ねるしかないんですけども、伸びてで伸びて、そして一軒飛んで、なんとか連絡しました。でここで、こっちに引きましたね。まあ、引いた手はどうかなっていうのはあるんですけれども、まあここではね、まあここちょっと跳ねておいたらどうかなっていう気はしました。まあ、しかしここ伸びまして、で桂馬に打ちまして、で肩つきまして、そしてここ跳ねましたね。逆に跳ねましたね、黒がね。でここで跳ねて、で当たりを打ちました。で当たり打って、当たり打って、まあポン抜きを許してしまいましたね。でついで、でこすんで、で出て押さえて、そして切りました。で当たり打って、ついで、そして継ぎました。でここで一軒飛びましたね。でここで、あ、ここに打ちましたね。これはまあ最強手ですね。はい、最強手です。最強手です。まあ、無難に行くのであれば、ここはこういうふうにね、連絡しておくっていうのはあります。まあ、無難に打つのであればね。まあ、これは無難な打ち方です。しかし、最強手で行きましたね。はい。字も与えんということです。当然ね、桂馬で打ってね、遮断しましたね。まあ、包囲しましたけれども。まあ、跳ねまして、
覗いて、そして手抜いてね、こっち出ました。で押さえて、そして這いました。そして下がって、そしてここで、付け越しましたね。付け越しまして、まあここでね、まあ白がさばけば、さばくっていうか、まあしのげば、この碁はもうはっきりと終わりですから、まあここだけですね、白は。で押さえて下がって、押さえて切って、取って切って、伸びて一目制して、でここでこっちの目をなくしましたね。ここ桂馬に滑って、でここで一軒飛んで、連絡してさせてくださいって言ってですね、これはね、いい手ですね、これもね、はい。でまあコスミつけて遮断してきましたね。で膨らんで、でここでね、切りましたね、はい、ここをね、もうこれ切らないと、はい。で、切って抜いて絞りましたね。絞って四進して、そしてついで、でまあこれ四進取らないといけないんですけれども、打って先手一眼作りましたね。これでこれで行きましたね、白は。でまあ取るんですけれども、でここで中央ね、一軒飛んで、もうこれではっきり言って、もうここもしのいでしまったし、もうこの碁は終わりましたね、この時点で、ぶっちゃけ。でこのあとですね、まあ何手か打たれましたけれども、ここまで打たれまして、黒のね、上野女流名人がね、投了しました。まあそうですね、この碁はですね、上野さんが非常にその調子が悪かったっていう印象ですね。こんなに内容の悪い碁を見たの初めてですね、上野さんがね、はい。まあ次局からちょっと頑張ってほしいですね。以上です。